僕にとってその、まあ、パソコンというものはあの切っても切れないもので現役を引退した後もずっと世界中回ったり、まあ、今も日本全国回ってますけども一番大事,と大事なものがやっぱりパソコンであってそれでいろんな情報を集めたり予約したり、まあ、本当に今はいろんなことができるようになってきてやっぱりそういう意味も含めて今一番旅に持っていく大事なものと言われたらやっぱりパソコンですねご一緒に仕事させていただいた時いろんなことがまあ考えられるかなっていうのは思ってます。 パソコンでで質問を募るという記者会見の感想はですかねこういう形式っていうのは、まあ、ないと思うんですけどもなかなかこういう場だと質問しづらい方々もあの質問を受けられるまた当然ここにいない方々からも受けられるっていうやり方が、まあ、できてきたら非常に面白いんじゃないかなとあの簡単にできる座組ではないのであのじっくり話をしながら、まあ、ただあの近いうちには是非ともやれるようにしたいなと。 これまで海外でずっとあのここ数、最近はやってきましたけどもやはり現地であのやれるっていうのは僕にとっても非常に重要ですしふだん、シャリティーマッチの場合だとあのお金を集めて寄付をするという形ですけども逆に、あの他のとこから募って現地の子どもたちとかが行けるとかまた違った仕組みをまた考えられたら面白いかなとは思います。